ライジンフェザー級タイトルマッチ、牛久潤太郎 VS クレベル小池。ただいまより本日のメインイベント、ラジン MMA ルールフェザー級タイトルマッチを行います。青コーナー178cm 65.90kg 36戦、30勝5敗1分け、ブラジルサンパウロ出身、静岡県磐田市在住、第3代 KSW フェザー級チャンピオン、柔術界の鬼人、クレベル小池。赤コーナー170cm 65.85kg 26戦、20勝6敗、東京都足立区出身、現ライジン&ディープフェザー級王者、足立区のバカストイックマン、牛久潤太郎。この試合はライジン MMA ルール、高倉の5分の3の外に出ないこと、いいですか。この試合の勝者は湘南美容グレミリー様、エンジェルジャパン株式会社、インプルール株式会社、ガーデンテラス福岡ホテル&リゾート株式会社、高千穂建設様の各社より勝利者賞が贈られます。Essa aqui tá esgrimada, ele não vai sair de baixo. O direito aqui tem que tentar ligar. Ele vai querer sair no desespero, se ele sair no desespero ele vai te dar as costas. Ele vai querer sair pra cá. Vai ter que ir pra cá. Fazer pro lado direito, tá bom? Vai,
Abraçado nele, colado nele. Ser campeão. Quem falou? Quem falou que sai? Sai! Sai! Não vai sair! Ah! Eu falei!
戦、見事勝利させました選手は大臣 CEO 坂木村拓哉に北京チャンピオンベルトを贈呈します。ここまで私は大臣戦私、はい、私ここの守る、はい、本物の私、はい、チャンピオン分かってる。ベラトルとの戦いも頼むよ、ね、頑張って。そしてガーデンテラス福岡ホテル&リゾート様より勝利賞としてグランドスイート30万円分のペア宿泊券が贈られます。そして株式会社高千穂建設専務取締役社長塚原康史様、取締役塚原久美子様より勝利者賞が贈られます。クレベル小池選手から喜びの声を伺いたいと思います。クレベル選手よろしくお願いします。